ジョニー・ガルガノはアメリカ合衆国のプロレスラー。オハイオ州クリーブランド出身。現在は WWE 所属。1987年8月14日にオハイオ州クリーブランドで生まれる。8歳の時にクリーブランドオールプロレスリングのオーナーである JT ライトニングの許可を得てリングに入ってる。セントエトワード高校在学中にプロレスラーになるべく。 キャプエのレスリングスクールに入学している。16歳の時にキャプエの JT ライトニングと女子プロフィビションの下でトレーニングを開始する。2005年にクリーブランドオールプロレスリングのリングでデビュー。2006年10月にはキャプエジュニアヘビー級王座を獲得している。その後しばらく出場し続け、2007年8月に女子プロフィビションと組み。 アレックス・シェリーとクリス・セイビンのタッグと送別試合を行い、キャプへから離脱している。2006年2月にクリーランドを拠点とするアブソリュート・インテンス・レスリングに参戦。参戦当初は連敗が続くも4月の下旬にタイロン・エヴァンスから初勝利を挙げている。2008年3月にはタイラー・ブラックの持つ愛はインテンス・ディビジョン王座に初挑戦。 15分ドローで王座を手に入れられなかったが、5月に再び挑戦して王座を獲得している。半年ほど王座を防衛するも、怪我の影響で11月に返上している。2009年2月にインテンスディビジョンのトーナメントに参加し、ジミー・デ・マルコに勝利して再びタイトルを獲得している。5月に女子プロフィビションに奪われるまで保持し続けた。2010年4月に ガルガノはフリップ・ケンドリックとルイス・リンドンのエアラフォームと行動を取るようになる。エアラフォームとのチームでトーナメントに出場して優勝、優勝した権利として愛ワの代表として力の2010キング・オブ・トリオストーナメントに出場している。6月にはプロフィビジョン、スターリング、ジェームス・キーナン、トミー・マーサーの4ウェイマッチに参加し愛ワシングル最高峰のベルトである愛ワ。 アブソリュート王座を獲得。獲得した夜に、ブライアン・ダニエルソンとタイトルかけて対戦、引き分けで防衛している。2011年6月に、シーマ・ザイオンに負けて、タイトルを失うまでタイトルを保持し続けた。2012年3月に30人ランブルに参加し、ティム・ドンストを破り、シーマの持つ愛はアブソリュート王座への挑戦権を手に、した。 2007年11月にプロレスリングをはよに登場、デビュー戦で、グレゴリー・アイロンに負けている。その後トレーナーのジョッシュ・プロフィビションとタッグを組み、タッグ戦線に乗り込むが連敗をしてしまう。タッグ連敗後は、グレゴリー・アイロンと交争を開始し、2008年8月まで交争を続け、最後は、カルガノの勝利で交争を終えた。しかし、ガルガノは、 アイロンとの交想中に脊椎に小さなひびができてしまい、欠場してしまう。2009年3月に復帰し、同時にポヘビー級王座への挑戦権をかけたナンバーワンコンテンダーマッチに参加して勝利している。4月にマットクロスの持つポヘビー級王座に挑戦し、王座を獲得するが試合中にパートナーの女子と不仲を起こし、3年近く続いた女子との信頼関係は崩れてしまう。 そして、女子と構想を開始し、8月のレッセルルーションに、A カミングオブエイジで行われた、構想最終戦で、ポヘビー級王座をかけて対戦して勝利している。王座獲得後は2010年にかけて何度も、王座を守り抜いていく。6月にマットクロスに攻撃して、構想を開始し、8月のレッセルルーション3、A ディファイニングモーメントでタイトルをかけて対戦し、 勝利して防衛している。その後も防衛するが2011年3月にマリオン・フォンテーヌに負けタイトルを落としている。2012年初頭にプロレスリング・オハイオはプライムレスリングに改名。8月にジミー・ジェイコブスの持つプライムヘビー級王座に挑戦し、勝利して獲得している。シカゴに拠点を置くオールアメリカンレスリングで活動中に、 ドラゴンゲート USA とエボリューションレスリングで、レスラーを探している元ローのブッカーであるケ部、ブ、サポルスキーの命令で来たコルトカバナと出会い、6月下旬にドラゴンゲート USA への PPV である、エンターザ・ドラゴンのダークマッチに登場している。9月のアンタッチャブルで再び、ダークマッチに出場している。11月のフリーダムファイトで、初代オープンザ・フリーダムゲート王座をかけたトーナメントに、 出場するが予選で敗退している。2010年1月にエボリューションレスリングの興行に初参加、クリス・ディッキンソンをシングルマッチで破っている。その1週間後にはドラゲー・ USA の PPV、フィアレスのダークマッチに出場している。そして5月にドラゴン・ゲート・ USA と契約、発表された。7月にはシーマとシングルマッチ、9月にはチャック・テイラー、 ドレーク・ヤンガー、リッチ・スワンの4ウェイマッチ、ドレークとシングルマッチをしている。10月後半のドラゲー・ USA ライブプレパービューの、ブシド・コード・オブ・ザ・ウォーリアーで、テイラーとのタッグで、エリック・キャノンとリコシェと対戦して、勝利、同 PPV で、テイラー、リッチ・スワンとロニンを結成している。翌日のフリーダムファイトでは、ロニンで、オースティン・エイリース、堀口元気、 リコシェと対戦して勝利している。2011年1月に入ると、オープンザ・ユナイテッド・ゲート・王座へのトーナメントに出場、ドイ刺激リコシェ組とシーマ、ドラゴン・キット組を破り、決勝へ進出するが、吉野正人、PAC 組に敗れ、ユナイテッド・ゲート・王座獲得にはならなかった。4月のオープンザ・サウス・ゲートで、シーマと、マーキュリー・ライジング2011でシーマ、ドイ刺激 リコシェと対戦している。ドラケー USA の PPV 後に、エボルブの PPV にも参加している。6月のフィアレスで、エイリースと対戦。6月のエンターザ・ドラゴン・セカンド・アニバーサリー、セレブレーションでは、スワン、吉野正人と組エリース、シーマ、ブロディリーと対戦している。9月のアンタッチャブルで戸沢とウェイオブザ・ローニンで、ドイと対戦し、ウェイオブザ・ローニンでは、 試合後に、王座挑戦を表明している。11月のフリーダムファイトでアマトに勝利して、オープンザ・フリーダムゲート王座を獲得している。2012年1月にリコシェを相手にタイトルを防衛しているが試合後に、背中の怪我で病院で行っている。3月に復帰して空位になった、オープンザ・ユナイテッドゲート王座をかけて、チャック・テイラーと組み、吉野正人とリコシェと対戦しているが負けている。 試合後にテイラーがガルガノを攻撃し、ロニンは解散を迎える。翌日に吉野正人の挑戦を受け、フリーダムゲート王座をかけて対戦し、防衛している。試合後にテイラーの襲撃を受け、6月のエボルブ15で王座をかけて対戦することが決定。エボルブ15のメインで背中の痛みに苦しみながら防衛をしている。7月のアンタッチャブルでは、 戸沢の挑戦を受け防衛に成功している。試合後に、WWE に契約を持ちかけられたが、ドラゲー USA と、エボルブとの契約をしたと発表した。9月のエボルブ17で、ジョン・デイビスを相手に、11月のフリーダムファイトでは、オープンザ・フリーダム・ゲート・オーザをかけて、戸沢・アキラ、AR ・フォックス、リコシェとの試合で防衛。12月のエボルブの PV であるエボルブ十八で、 サミキャリハンに防衛2013年に入ってからもジョン・デイビス、ブライアン・ケンドリックを相手に防衛を続けている2008年6月にフィラデルフィアに拠点を置く力にスポット参戦ヤング・ライオンズ・カップ・トーナメントに出場するも1回戦でマーシー・ロケットに負けている2010年に再び参戦3日間行われるキング・オブ・トリオに アイは代表として出場するが一回戦でザ・コロニーに負けて敗退している。二日目にイカルス、グラン・アクマ、チャック・テイラーの FIST と共闘するようになる。7月のシカレソリス・レックス、キング・オブ・ショー・デフィストはシーマ、モチズキ・シゲアキ、スーパー・シェンロンと対戦し、アクマがシーマにピンホールを取られたため試合後にカルスとテイラーがアクマを攻撃して、カイ・ IST から追放。 代わりに、ガルガノが、カイ IST へ加入している。カイ IST の加入は、力がガルガノへ活躍の場を与えるためである。8月には、ヤングライオンズカップトーナメントに出場したり、カイ IST として活動していた。2011年4月に、カイ IST として、キングオブトリオに出場、決勝まで残るが敗退している。6月から、チャックテイラーと共に、 タック活動を開始し、9月に、ジグソーとマイク,クアッケン発見物ュの持つ力カンピオナトスで、パーハスに挑戦し獲得している。翌年3月に、スコット・パーカーとシェーン・マシューズの3.0に、奪われるまで防衛し続けていた。4月下旬に3.0と、リマッチを行い再び王座を獲得しているが6月の、シカレソリスレックス、ハウツーハッチ。 A ーライナ層でヤングバックスにタイトルを奪われてしまっている。9月にシュガー・ダン・ケートンが、会 IST の4人目のメンバーとして加わっている。同月にキング・オブ・トリオに出場、準決勝まで進出するが、スペクトル・エンボイに敗れ負けている。2011年3月にドラゴン・ゲート・ USA のユニットであるニ人として、ドラゴン・ゲートの3週間のツアーに参加するために初、来日。 日本のリングでデビュー。チャック・テイラー、リッチ・スワンと組み、シーマ、ドイ・シゲキ、谷崎直樹と対戦している。2012年10月に、ワールドマイナス1インターナショナルの一人として、再び来日。中旬には、斉藤、ジミー・両とオープン・ザ・フリーダム・ゲート王座をかけて、対戦、勝利して8度目の防衛に成功している。2015年6月、 WWE のトライアウトに参加。2016年4月2日、WWE と契約、WWE が主催する CWC に出場。7月21日、フルタイムで WWE と契約。11月19日、テイクオーバートロントにて、トマソ・チャンパとのタッグチームである、DIY で、n x t タッグ王座を保持するザ、ザリバイバルに3本勝負で挑戦。 一本目を選手されるが、二本目を合体にである、シャークイン・ザ・ウォーターを決めて5分となり、最後はリバイバルが、DIY の技を真似ようとしたところに誤爆を、誘発すると逆に、リバイバルのフィニッシャーである、シャッターマシーンからチャンパはドーソンにアームバー、自身はワイルダーにガルガのエスケープを極めると、ギブアップを奪い勝利。ベルトをダッシュした。2019年1月26日、 NXT テイコバー、フェニックスで NXT 北米王者のリコシェに挑戦。関節技で試合を組み立ててスリングショット DDT を決めて勝利。王座を体感した。4月5日、NXT テイコバー、ニューヨークで空位となっていた NXT 王座をめぐりアダムコールと3本勝負によるタイトルマッチを行う。1対1と並び3本目で、 コールにガルガノエスケープを仕掛けると、ギブアップにより勝利。王座を体感した。ガルガノエスケープスイキングリバースストローンダー後、NXT 王座。ありがとうございます。